鳥山石炎、今弱百鬼周囲より、小袖の手まさいが、強化百物語より、招集史小袖の手は、鳥山石炎の妖怪画集、今弱百鬼周囲などの江戸時代の古書にある日本の妖怪。小袖の袖から、幽霊らしき女性の手が伸びたもの。今弱百鬼周囲の解説文には、東進に機能総中退場団長名をつなぎ部分言とは、騎乗ボーネルを痛める死にして、 そうに供養接種浮かれ目の帯に名を琵琶の糸のかかり手ありしを見て、蝶を立ちて悲しめる心なりすべて女は、はかなき衣服蝶度に心をとどめて泣き跡の子袖より、手の出しを目の当たり見なし人ありとうんとある。遊女の死後、死側となった子袖を見て、友人たちがその遊女のありし火を忍んで悲しむ一方、当の遊女は、むしろ、誰から見受けされずに死ぬまで、 不自由な生活を強いられたことを悲しみ、身請けの金を求めるあまり小袖から手が伸びているのであり、江戸時代の吉原遊郭を風刺した創作と解釈されている。また、遊女がこの小袖を着飾りたかった願いが叶わず、その恨みによって小袖から手が伸びたもの、または、小袖の持ち主だった女の名前の執着心の妖怪化、不創心の一種などとも言われる。妖怪を主題とした。 開江時代の教科本、教科百物語にも、召集詩と題して描かれており、本来、死んだ人間の子袖は、形見の品となったり、寺に収められて供養されるはずが、高級な子袖が売却され、成仏できない霊がその子袖に取り付いたものと、解釈されている。民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然週日本編上には、恨みにこもる、子袖の会と題して、 以下のような話があり、赤煙の妖怪画との関連性は不明だが、文献によっては、これが小袖の手にまつわる会館として述べられている。慶長年間、京都に住む松屋七左衛門という男が、娘のために古着屋から着物を買った。間もなく、娘は病気に侵されてしまった。また七左衛門も家で、女の幽霊を目にし、 その例は娘に買ったものと同じ着物を着ていた。七左衛門はその着物を気味悪く思い、売りに出すことにして以降にかけておいた。すると、袖口から白い手が伸びてきた。着物をよく調べたところ、布がけさがけに切られ、うまく縫い合わせてごました跡があった。これは武家に仕えていて、手打ちにあった女性の着物だろうと思い、菩提寺に着物を収めて弔ったところ、 娘の病気も回復に至ったという。また、1657年に、江戸で発生した、大火災、明暦の大火は、別名を、振袖火事といって、恋煩いの末に亡くなった娘の振袖を、供養のために寺で焼いたところ、火のついた振袖が風で煽られて、火災の原因になったという伝承があるが、これも、同様に着物に込められた恩念の仕業によるものとする、説がある。また、 近藤水木は、江戸時代の怪談集に、いくつか類話を指摘しているが、最も転居に近いのは、諸州記事団牧野に、執着の子袖であるとしている。ありがとうございます。